ということで、2ヶ月ぶりですね。前回グアム行ったんですけど、グアム以来2ヶ月ぶりの海外ということで、準備を進めています。ほぼほぼもう準備終わって、荷造りも終わりました。で、今回お題で入れさせていただいた通りということで、バックパックの利点ですね。前回グアム行った時はスーツケースだったんですけど、スーツケース、バックパックの使い分け、それぞれの利点、不利点に関して、今回ね、動画でお伝えさせていただきたいと思います。バックパックということで、海外で初めて25年、以上経ちますけど、四半世紀ということで、その中で、短期で、どこどこに行く場合とかね、周遊せずに短期で行く場合って、スーツケースで行くこと多いんですけど、ほとんどですね。だけど、周遊して何カ国とか、もしくは1カ国、2カ国を、都市をいろんなところこう周遊する場合っていうのが、結構バックパックね、利用すること多いです。で、今回、荷造りが終えてということで、撮影機材とかも結構あるので、結構ちょっとレンズとか置いていくことにしたんですけどね、ある程度ね。でもやっぱり、結構重たい機材なんで、結構大変ですね。このニコンの Z9 というミラーレスだから、まだこの性能でまだ軽い方なんだけど、一眼だったらもっと重くなりますからね。で、こういったものとかレンズも結局望遠のレンズも持っていくので、他にもバッテリーとかね、ありますので、結構荷物としては大体普通の人よりもやっぱり重たいですね。撮影機材とかない人だったらいいんだけど、やっぱり撮影機材持っていくと結構重くなってしまってということで、レンズがこう合ってるわけだけどね。で、こういった望遠のレンズも、持ってるわけだけど、こういったところは今度撮影機材ね、どんなものを持っていくかっていうところもちょっと動画で、させていただきたいと思います。このレンズだけでも結構1点何キロあったりとかするので、こういったものを持っていかなければ普通に軽いと思うんだけど、結構重たいですね。で、バックパックに関してはまたちょっと中身全部ね、今度お伝えしたいと思ってるんだけど、今回のお題としては、このバックパックの利点ですね。これは自身、3代目ですね、の3つ目の、バックパックです。ドイタのエアコンタクト75プラス10ということで、普通に比べて大きいですね。結構入れ込んで、この機材とか含めて、結構これでもパンパンでした。前持ってた、同じくドイツのタトンカのやつに比べたら、まだ、もうちょっと大きいんだけど、それでも結構やっぱり撮影機材変えてから、こういうレンズもね、持ってったりとかあるので、結構これでもね、救急パンパンでした。でも減らしてね、これから行く国がまず中央アジアからなので、中央アジアというちょっと寒いところなんで、防寒着なんかも入れ込んでたら、結構なんやかんやで、荷物がかさばって重くなっちゃいましたね。で、今回このバックパックということで、じゃあ利点不利点って何なのかというところですね、お伝えさせていただきたいと思います。まずスーツケース、先ほど言ったようにスーツケースに関しては、短期でね、どこどこ行きたい、周遊しない場合とか、もしくはパッケージツアーとかね、天井付きの旅行なんか私もたまに参加してますけど、そういったところで、周遊しない場合とか、パッケージツアー、参加する場合はもうスーツケースが多いです。で、この間グアム行って1カ国ですよね。なので周遊しなかったんで、ホテルに、1つのホテルに滞在してたんで、スーツケースで行ってね、スーツケース行ったんです。スーツケースのいいところはどういったところかっていうと、例えば、これだったら結構中とか開けれますよね、簡単に。で、スーツケースの場合だと、中が結局、ロックがかかってはいるんだけど、それを解除できたりもする、持ってる人もいるけど、基本的にはやっぱりなかなか開けづらいんですね。壊していかないとダメなんだけど、これなんかだと普通に、こういうところを開けてね、一応こういうところ南京錠はつけとくんだけど、ここからこう取っていったりとかもできるんで、そういった意味ではセキュリティ上からするとあんま良くない面もあるんだけど、なので、スーツケースの方が、セキュリティ上は良かったりするのかなって感じがします。で、荷物は結構入って、セーフティーボックスみたいな代わりになるからね、そういったところはいいかなって感じがします。じゃあどういったところがこのバックパックがいいところあるのか、一応ちょっと背負ってみますか。これ結構重たいんですよ。25キロということで、ではこっち外してるけど、もうちょっと軽くなってるけど、こんな感じで。ちょっと筋トレになりますね。だから別にその筋トレせずとも、これで筋トレになるのか、こういう感じでね。で、ここのところでこう背負うじゃないですか。こう25キロ背負っていくんですけど、こういう感じでね、
結構重たいですよ。これで毎日都市間を移動するときっていうのは5キロから10キロこう移動していくんですね。そうするとだからこのジムとかで筋トレしてるともこれだけで普通に筋肉ついたりするんですね。歩くだけでこれ背負って25キロですから子供1人いるようなものなんで、その意味ではいい運動なのかなって感じがします。はい、で本当重たいですね。だからある程度体力があるしないちょっと厳しいかなと思うし、女性で例えばこの25キロを背負うといったらアジャコンゴみたいなね、女子プロの選手とかだったら大丈夫なんだと思うけど、ちょっとか弱い女性とかだと厳しいのかなって感じはするんだけど、結構海外に行ってるとか弱い、ちょっと華奢な感じの女性がバックパックでね、まあ、自分ほど重くないんだけど20キロない15キロとか16キロ17キロぐらいのバックパックを背負って結構回ってる、ね、女の子もいたりします。はい、なんかやっぱりすごいなって感じがするんだけど、じゃあバックパックはどういったところがいいかっていうと、海外周遊する際ですね、一都市だったら別にスーツケースもいいと思うんだけど、周遊するとなるとコロコロ転がすよりもやっぱこう背負っていった方が、移動しやすいんですね。だから、基本的に海外周遊してる人とかね、まあ、このチャンネルをご覧いただいてる方は結構かつて世界一周してたとかね、今まだ世界一周中の方もいらっしゃると思うんだけど、そういった方からすれば基本みんな大体バックパックだと思うんですけど、その移動がしやすいという点ですね。で宿をついて、まあ、これを下ろしてということで、で、荷物もこう、まあ、しまうとこも入れといて、ね、まあ、開けてって感じでね。だから移動するときは非常にこれいいなって感じがします。ただ先ほど言ったようにセキュリティとしては結構まあ物がね、なんか貴重品があれば盗まれたりする。安宿と泊まる人で共同部屋の宿を泊まる人であれば、まあ、ロッカーとかついてる多いんでそこにいるときは基本大丈夫なんですけど、貴重品はまあしっかりと、まあ、そういったロッカーに入れておくってことが重要かなと思います。あとはこのバックパックですね。バックパック自体がスーツケースよりも軽いので預け荷物のときって20キロとか23キロとか、25キロとか30キロとかね、航空会社の違いだいたい20キロとか23キロだと思うんです。でその中で、この荷物を預けるときに、まあ、結構荷物をスーツケースだとスーツケース自体の重さがあるんでそれだけ結構重くなってしまうんだけど、これはバックパック自体はそんなに重くないので結構いっぱい荷物がある方であればいいのかなって感じがします。これは預け荷物で、さらに手荷物として、8キロとかね7キロ、まあ、手荷物に関してはあんまり調べられないんですけどね、ということで、まあ、全部で25キロだけど、20キロまでだったかな今度利用する航空会社は。で預け荷物だね。で手荷物で、機材こっち持ってくんで、まあ、全然問題ないかなって感じがします。はい、ということで結構バックパックですね、あの短期に行かれる方はスーツケースでいいんだけど、これから、まあ、コロナが明けてね、まあ、超円安社会だから以前に比べたらものすごく、ね、高く感じてしまう。だから1ドル8円の時代があったから、そのぐらいの時からすれば2倍の金額なんですよね。そうするとやっぱり以前よりも、まあ、世界回っていく中でちょっと物価を高く感じる以前よりもね、特に欧米先進国なんだからとやっぱりかなり高いというふうに感じられる方いらっしゃると思うんだけど、その中でもね、まあ、これから海外に出られる方って結構いらっしゃると思うんだけど、周遊するのであれば私はやっぱバックパックだと思いますね。何カ国も行って何都市もこう行ってスーツケースをコロコロ転がすっていう人の方が逆に、まあ、今まで、まあ、25年いろんな旅人と出会ってきましたけど、非常に少ないのかなって思うところです。でバックパックに関してなんですけど、これ75%10ですね。で大きなやつです。撮影機材とかなければそんなに大きなやつ必要ないし、一応俺モンベルのやつ45リットル、のやつも持ってるんだけど、これは 75%10 結構大きいやつなんだけど、撮影機材なければ65とかね、もしくは55ぐらいでもいいんじゃないかなって感じはします。はい、ということでこの、バックパックということで結構重たいですけどね、海外周遊される方、これから世界周遊される方という方であれば、このバックパックね、ぜひとかね、必ず利用すると思うんだけど、使用すると思うんだけど、バックパック選びなんかもいろいろとね、モンベルのやつもいいと思うんだけどね、これはドイツのドイターだけど、このドイターのやつも結構私いいですね。はい、気に入ってます。はい、ということでまた後日このバックパックの中身もね、紹介させていただきたいと思ってます。はい、ということで楽しみにしていただければと思います。まあ、久々の海外ということで、まあ、バックパックでねちょっと行きますけど、
結構重たいですけどね、ちょっと頑張っていきたいと思ってます。ということで、今週にはね、中央アジアに来ますので、中央アジア初めて行くんですよね。なので、中央アジアの国々からの配信ですね、生配信もしていきたいと思ってます。マイナス3時間、マイナス4時間とかだとしたら、ちょっと生配信の時間も時間的にちょっと考えていかないといけないんだけど、頑張っていきたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければ。寒いみたいですね、かなり。だから北海道と同じぐらいなので、今もう日本は暖冬ですけどね、寒くなってくるので、そういったところ一応防寒対策を持ってきてるんですけどね、しっかりそういったところもお伝えできればと思ってますので、中央アジアからの情報もね、楽しみにしていただければ。